いや楽しみだな。女子の戦術の主流とかも、うん、やっぱフルで見れる。全然違うね、ハイライト。違うよね。いや全然違う。始まりましたね。うん、スウェーデンね、でかいな。でかいね、やっぱサイズ感違うね。ああコーナーキックね、うん、いやいきなりコーナーね。この相手にコーナーキックどうやってね。確かに日本の方がなんかビルドアップはうまそうだけどね。うん、そうね、見た感じ。うん、ナイスナイス。一旦マイボールしたいね。一旦ね、一旦落ち着こう。マイボールにしたら多分日本うまいから。そうだね、絶対。うん、やっぱでもそう考えるとやっぱポゼッションって強いよ、うん、強いね。もうやっぱサッカーさせてもらえなくなるじゃん、うん、やっぱり、うん、そうだね、押し込まれるからね。そうそうそう、うん、日本にサッカーさせてないですからね、うん、今。いや長谷川優衣ガチうまいっすよ、やばいね。だからブスケツ要素もあるし、うん、ベルナルド・シーバというか、はいはいはい、くるくるもできるからね、うん、今クラブはどこにいるんだっけ。マンシティ、マジでシティ、ね、すごいよね。すごいね。でしかもちゃんとシティっぽいよね。そうね、うん、プレースタイルもね。そうそうそう、だから男女統一されてるよね、うん、多分。それもすごいね。いやーうまい、長谷川優衣今、うん、力抜けてんな。うますぎるんだけど。いやナイスだ。危ねえ。いや、うまない？うまいよ。スウェーデン。うん。強いし。うん。いや、でもこれ我慢すればね。そうだね。いや、チャンスあるからね。うん。うん。普段ブライトンばっか見てるから、相手からブライトンされるとこんなストレスなのか。ああ、でもそうっすね。確かにね。うん、いやこれクオリティ高いっすよ、ね、で日本もだいぶ我慢できてますよ、うん、そうだね。であと奪ったら奪ったで、ね、日本もうまいから、うんそうね、残せるから、うん、だからスウェーデンがもう本当に一か八かのパス全然してこないから、うん、ちゃんといけるところでしか仕掛けてこないもんね。そうなん、それが怖いんだよね。そう、それがねポゼッションにつながってるよね、うん、でフィジカルもあるから、そうね、イーブンのボールでも回収できるからね、うん、コーナーキック怖いな。3番の南選手、うん、幼稚園時代のプレー何度も見たことありますが、うん、周り全員出したのに誰よりも強くてもことです。そうなん、幼稚園じゃないプレー何度も見たことあるってすごいな、それ、ね、やっぱりそうなんだ。技術はね、レベル違うよね。いやね、スキーパーナイスだよ。やめて、クリアして。まずい、まずい、大丈夫、判断ない。あーくっ、いやいや強いな。足長い。確かあのガチャ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 はな強いもんね、絶対。いやでも全然、いやいけるいけるいける、日本全然いけるけどね、うん、セットプレーだけだね。そう、セットプレーなんよな。気をつけないといけないの。あ、ナイスキーパーだったけど、うん、この後ね混戦オフとかないよね。あーないか。いやスウェーデンが結構隙のないというか、ね、そうだね、弱点ないよねこれ、うん、ポセッションするチームなのに硬いというか、ね、そうそうそう、硬い硬い、うん、だから本当今のシティ、まあそうね、うん、うん、ごつい人たちがフィジカルあるのに、うん、ポゼッション近い距離感も、うん、ロングボールも脅威じゃん、うん、これだいぶ強いと思うけどね。ね、あ強いな、強いな、ちょっと推進力半端ないよ。うわうわ、ナイスキーパー、マジか。待って、うまっ。いや、ナイスキーパーすぎるわ、それは。いや、この18番の選手の、ね、これね、デブライネだもん ね、あそこやってることデブライネだよ。18番デブライネだもん、うん、お、わ、ナイスキー。いや、触ってるよ、触ってるよ、それは。いや、キーパーさ、これビルドアップ、あれあそこつけれてさ、確かに、あのセービングできるね、天才だな、マジで。もっとフォワードってやばいでしょ。多分相当能力高いね。いや、身体能力半端ないと思う、うん、で、かつセンスもあるもんね。ブイオルキと、ちょっと待って、え、うわぁ、さっきのか。え、日本に対して、うん、いや、ワンチャンハンド、あー、たかな。マジか。え、俺全然気づかなかった。いや一瞬ね、さっきのあの見合わせしてた、見合わせしてたよ。うわあ、当たってるよ、当たってるけど。いやけどさ、許してよ、恋、もうそのルールもな、なくなったからな。あ、もう恋とか関係ないね。関係ない、もう当たったらハンドが、ね、いやでもさ、本当に例えばだけどさ、ペナルティエリアの角とかでさ、うん、ネタ切れになる時あるじゃん、うん、変にクロス上げてコーナーキック狙うよりさ、うん、俺手狙った方が多分さ、ね、なんか相手のさ、この辺狙ってさ、チョンって浮かしてさ、そうの方が多分さ、ね、可能性、そう、可能性あるよね、本当に、うん、で恋じゃなくていいんだったら、うん、なんかそれは出てくるようになるけど、そうね、もうそれも作戦になっちゃう、ね、そう、ペナカドで詰まったらもう手狙えって、うん、でそれで別に当たってもコーナー取れるじゃん別に、うん、そうね、腰とかに当たっても、うん、いやー PK かー、うん、こっからキーパー、いやそうよ、見せどころだから。いや山下選手だったら止めそうだけど、ね、いや止めそうだ、持ってそうだもん。なんか今日違うよ ね、超いいキーパーだよ、ね、あと仮に入れられたとしてもまだまだいけるから、ね、そう、まだ50分だから、ね、全然、うん、お願いお願い、あ、うまいね、うまいね、それうまいわ、うまい、うめえな、落ち着いてんな、ねえ落ち着いたわ。いやしかもこの盤石なチームだからね、確かにね、1点の重みあるよね、あるよ、殴り合いとかじゃないもんね。そう、殴り合いとかじゃない、うん、いやまあ、ね、でも全然、いやいけるよいける、切り替えてね、うん、うん、完全にライン感スカスカになってるね。そうね、うん、若干間延びしてきてるもんね。間延びしてる、うん、前の選手変えたはいいけど、前は行ってても、そう、後ろが追いつけてないからね。そう、もう時間使ってくるもんね絶対。そうね、いやでもだいぶチャンスある、うん、いやもうまだ可能性あるけどね、うん、もうライン感相当自由だよ、うん、シュートまで行って入っちゃえば、そう、全然いけると思うんだけど。そうなんよね、よしよしよし、いやスウェーデンこれ相当しんどいぞ、うん、73分か、いやいけるよ、いけるいける、2点でしょ。いや、あ、いや、よく剥がした、ピケある、ピケ、よっしゃ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 
ら来た来た、それは PK よ。待って待って、おもろすぎる。よく残したね、今ね、よく入れ替わった。いや、あそこもう取られたもん。そう、俺やられたって思ったもん、ね、あバチンってなって飛ばされたかと思ったもん。いや、よく残したな、ね、今。よく前入ったよな、そう。いや、勇気あるな、ね。勇気もあるし、実力もあるね、うん。ちゃんと。あれちょっと大丈夫これ。VR。うわ、これどうだろう、ちょっと怪しいかな。VR 見られたらちょっと危ないかも、ね、うん。VR 見なきゃ大丈夫。見なきゃ大丈夫。見なきゃ。見たらちょっとわかんない。よし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 。いや、この感じ、審判は見る気ないよ、うん、ね。だからその、あれだよね、オペレーターが ね、見てくださいね。言ってるかもしれない。そうそうそう。言ってて、振るしかとしてる可能性ある。うん。自分の判断曲げないタイプの。頑固なタイプ。そうそうそう。レフリーの。よしよしよし、蹴るぞ蹴るぞ、頼むよ。いや、キーパーもいいからな、頼む。いや、これ全然あるよ、ね。あるよ。入ったでしょ、入ったでしょ。ええ、まだわかんないの。まだわかんないでしょ、入ったでしょ。ええ、入ったでしょ。え、入ってないの。じゃあ VR 確認して。え、これってどういうこと、どういうこと。じゃあ VR 確認して。あ、待って、やり直し。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。うわっ、え、入ってはなかったね。入ってはないね。あー、いやー、わあ、プレッシャー来る。これでまたギア上がるもん ね。やったぜみたいな ね。やっぱ若干気持ち的にはね、うん、スウェーデン有利になるよね、気持ちは。だからチャンス作れてるから ね。いや、もうこの辺スカスカになってるもん、ね、スウェーデン。セカンドも拾えないし、ね、そう、セカンドも拾えてないから、うん、だいぶ強度落ちたぞ、うん、いや、面白いな、ね、いや、でもあのね、PK も自分で獲得したからね、うん、そうだね、あ、そうそうそう、自分で取ってるから、ね、そう、そこはね、攻めれないっすよ、うん、いや、このね、バーのバウンドのやつ ね入ってないパターンの方が俺は初めて見たからね。だから基本は入ってるよね。基本入ってる。うん。しっかり外だ。そのパターンあんだ。ね。いや、これちょっと追いついてほしいな。いや、頼むよ。いや、ロスタイム相当長いよ、多分これ、うんね。絶対長い。いや、頼むよ。頼む。壁でかすぎ？ね。壁でかすぎるんよ。おお！え？待って。マジ？え、運良すぎ。いやー、入んないか。待って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 、何を来たの。今バウンドしたよね、今ね、タタタタンってね。っスウェーデンなんか運良すぎじゃない。運良すぎ。あれ入んないの。え、入ってないの。なんか入ったっぽかったけど、なんか、ね、また見れば。うまっ。いや、エンドうまい。いや、いや、あるある。いやー、いや、でかいでかい、これは。いや、ある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 。いや、あるあるある、マジであるよこれ。トラップ、これうますぎ。やばい、うますぎ。いや、さっきからうまいね、ここのターン。エンドやばいな。ね、やばいね。さっきからいいよね。さっきからいいの。確実にギア上がってんもん ね。素晴らしすぎるわ。いけるよ、逆転いけるよ。まだまだやらせてくれるでしょ。うわー、嫌だ。うまいな。うまいね。うわ、強っ。いや、強すぎ。いや、やばいやばいやばい、これ。よしよし、いける、ラスト頑張れ。うわー、うわー、マジか。あ、審判まだ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 。ポケモン。あー、マジかー。いやー、でもよかったね。いやー、素晴らしい。いや、めっちゃ面白かったよ。めっちゃおもろい、これは。いや、後半流れめっちゃ日本だったけどな。ねー、よかったね、後半。やっぱ強度落ちる時間帯あるんだね。あるね、やっぱり。やっぱ。こんだけいいチームだ、やっぱ強度落ちるもんね。うん。そこで、そこの隙間でやれてたよね、日本ね。うん、そうね。まあ、あとセットプレーだもんね。うん。いやー、悔しい。いやー、これ悔しいね。いや、これ悔しいよ。泣きそうになるもんね。ね、俺も悔しいもん。俺も泣きそうだもん。ね、スウェーデンが強かった。いや、スウェーデン、うん、これ相当強いぞ。マジで。スウェーデン褒めるしかないよ、これは。すごい。けど、後半の日本も相当強かったからね。うん、めっちゃいい試合だったね。やばかった、うん、いや、遠藤入ってきて流れめっちゃ変わったね、うんうん、流れめっちゃ良かった。いや、長谷川優上手かったね、やっぱ。いや、上手かった。ぶっちゃけさ、90分フルで見んの俺初めてだったからさ、うん、こんな上手いんだっていう感じだった、ね、ハイライトにならないところも、そう、もう上手かったから。上手かったね。ヘッドプレーちょっともうどうしようもないもんね。そうね、相当強いからね、これ、うん、押し込みが。あのハンドとかもう事故だもんね。いや、事故事故。もう無理だよね、あれは。いや、ほんとあのハンドね、誰も悪くないもんね。うん、しゃあない。だからボックス内侵入したもん勝ちってことなのか ね。うん、いや、相当いい試合だったけどね。いやー、激アツだったよ。いや、レベル相当高いよ、ね、これ。いや、本当に男子とか女子とかの垣根ないよね、うん、ないね、これは。これだけしっかりお互い戦術的なサッカーしてたら、いやいや、やばいよ。もうパススピードも速いしさね、うん、やっぱボールと人がちゃんとね、そう動くから。いや、俺もうなんか女子男子ってそんな感じなかったもん、うんうん、ないね、うん、うん、マジでマジで。いや、これ女子サッカー相当面白いな、これ、ね、確かに。うわ、さ、うん、ね、明日ブライトンですからね、うん、あ、そうね、明日はね、開幕で。ああ、悔しいな、これ。いや、面白かった。いや、皆さんありがとうございました、本当に。いや、楽しく見れましたよ。いや、ありがとうございました。皆さんのおかげでこちらこそ、うん、楽しく見れました、ね、いや、面白かったな、ね、マジで、うん、いや、なでしこジャパン本当にありがとうございました。いや、面白かった、ありがとうございました。最高な日になりましたね、ね、ということで、はい、また明日お会いしましょう、はい、ということで、はい、動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。